こんにちは、たくみです。今日のテーマは量子力学の信じられない研究結果、量子の二重スリット実験ということで、本当にですね、量子力学で一番不思議な実験、量子の二重スリット実験について説明していきます。僕はですね、この自己紹介にも書いてある通り、量子力学の研究者でした。でですね、この 4.5 次元メソッドっていう、メソッドを使ってコーチングを行っているんですけど、この 4.5 次元メソッドの一番、基礎的な部分になるというか、一番根拠の部分になっているのがこの量子の二重スリット実験ですので、これ本当に不思議な話です。で、今回の動画は、例えばその引き寄せの法則を使ったワークであるとか、潜在意識を書き換えるワークなんかについての説明はやっていかないんですけど、非常に科学的な話、量子力学のお勉強の話になっちゃいます。まあそういう意味で言うと、そういうのね、見るのはつまんないよっていう方は、この動画を閉じていただいても大丈夫なんですけど、まあ、ただこの世の、この世の中の真実というか、量子力学の世界の本当に不思議な話を知りたいっていう方は、ぜひこの動画を見ていただきたいですし、最終的にはですね、引き寄せの法則的な、すでにあるとか、すべて叶うっていうことの説明は、この二重スリット実験から考えられる多世界解釈っていうところで説明できるようになってくるので、それをですね、知っていただくと本当に人生変わると思うので、これについて知りたいって方はぜひ動画を見てほしいなと思います。で、トピックとしては、二重スリット実験っていうのを今から説明していくんですけど、それによると一つの粒子が二つの穴を同時に通るっていうことが分かりました。これ一個の粒子のはずなのに、二つの穴を同時に通るって変ですよね。一つの粒子なんで一つの穴しか通らないはずなのに、一個しかないはずの粒子が二つの穴を同時に通ってないとおかしいという研究結果が出てました。つまり量子物質っていうのは、実は同時並列的に存在するパラレルな波動ですね。波として存在するっていうのが分かってます。で、量子力学と目に見える、マクロの世界ですね。目に見えるような大きい世界、虚子的な世界っていうのを境目は実は分かってないので、実はこの今目に見えている世界、マクロ世界も、パラレルな世界、パラレルワールドなんじゃないかっていう考え方もありますと。そして多世界解釈で考えると、すでにあるとかすべて叶うってことが説明できるので、引き寄せの法則ね、よくそういう、まあ、高次元の存在があなたは何でも叶えられますよってことを言ってたりするんですけど、まあ、本当かよって感じなんですが、実はこの多世界解釈っていうのがあると、いろんな願望は実現できるということで、まあ、それの説明に最後ね、帰結していきたいと思います。はい、では実際にね、説明をしていきたいと思います。まずですね、一本線、一重スリットにですね、ボールを発射していったとすると、こういった形で穴を通ってボールがですね、一本線として向こうの黒板にぶつかっていくと思います。ボールを発射するとこういう形になっていく。で、二重スリットに通していくと当然二本線になっていくわけですよね。で、これ波をスリットに通していくと、ちょっと様子が変わってきます。一重スリット、一つのスリットだとこういった一本模様、一本の模様になっていくんですけど、これ二重スリットにですね、波を通していくと、ちょっと形が変わってきます。なんとなくイメージ湧く方もいらっしゃるかと思うんですけど、波と波がぶつかり合って、強め合うところは強め合う、弱め合うところはゼロにしていくので、こういう縞模様の形で打ち付けられていきます。結論、粒だと、二重スリットは二本線になっていくし、波を二重スリットに通すと、こういった縞模様になっていくんですね。じゃあ、量子の世界ではどんなことになるのかっていうのを実験しました。電子銃といって、電子をですね、発射できる装置があるんですけど、これをですね、スリットに通していきました。まず一つのスリットですね、単一のスリットだと、こういう粒と同じような形で、一本線ですね。電子銃を通しても一本の線になるっていうことが分かったんですけど、これを二重スリットにした瞬間、すごく不思議な現象が起こります。なんと二重スリットに電子を通すと、なぜか縞模様になるんですよね。粒のはずの電子が、二重スリットを通すと、なぜか干渉したかのように干渉縞を作り出してしまうと。はい。でですね、これ非常に不思議な話なので、何か電子が干渉し合ったんじゃないかということで、一発ずつ電子を通した研究者がいます。一発ずつこの二重スリットを電子を通したら、なんと、なぜか干渉縞になってしまうわけなんですよね。本当に不思議な話です。一発ずつしか発射してないはずなのに、二つの穴をなぜか同時に何かが通って、
お互い干渉し合って縞模様を作り出したかのような、あたかも波が通ったかのような挙動を示したっていうのが、この二重スリット実験のすごく不思議なところです。で、当然何が起こっているかを知りたいので、この二重スリットの目の前に観測器を置いた科学者がいました。観測器を置いて、このスリットをね、通っている時に電子がどんな状態で通っているのかっていうのを調べたわけです。するとまた不思議なことが起こりました。電子をですね、一発ずつ発射しているので、これが分かれているのかどうか、非常にね、ワクワクして観測したわけなんですけど、なんと観測することによって、なぜか単一の粒子と同じ振る舞いを始めて、スリットを通った後、向こう側にですね、二本線が出来上がってしまうということで、この量子は自分が見られてるっていうのを気づいたかのように、スリットを通ると二本線に収束してしまったっていうことですね。本当に不思議な話です。量子は観測されないと波、観測されると粒になるっていう、この量子の二面性っていうことが分かった実験でした。はい。で、今見ていただいた通り、二重スリット実験をやるとですね、二重スリットに粒を通すと二本線になる。そして波を通す、波動を通していくと、こういうね、干渉縞って言ってね、縞模様になっていきます。で、これ波の性質として、波ですね、同位相、逆位相って言うんですけど、山と山、谷と谷の位置が同じ波っていうのは二倍波になってこう強め合う。そして、同じね、波の大きさなんだけれども、山と谷、山と谷って感じで、こう位置がね、逆になってるところはぶつかり合うとですね、打ち消し合うんですよね。そういう意味で言うと、これ山と山がぶつかってるところは強く当たるし、山と谷がね、ぶつかっちゃってるところは、薄め合うので、こういう縞模様になるっていうことが分かってます。これがまず基礎的な部分ですね。これ目に見える世界、マクロな世界の話をしてますけど、ボールとか粒を二重スリットに通していくと日本線。波を通していくと、こういう干渉縞になりますよということで、で、これが不思議な話ですね。量子ですね。電子銃で電子を発射していった結果、二重スリットに量子を通すと、一個ずつ通しても干渉縞になってしまうということが分かったわけです。これ、さっきのね、波と同じ模様なので、一発ずつ電子を発射してるはずなんだけど、この2個のね、スリットを同時に波として通って、出るような挙動を示したと。つまり量子は、実は波なんじゃないかっていうことが分かってきたっていうことですね。一個ずつ発射してるつもりが、波、波動として伝わっていって伝播していって二つの穴を同時に通っていると。で、これおかしいじゃないかなって話になって、さっき言ったように観測器を置いて実験したんですけど、また不思議な話で、観測器を置いて観測すると二本線に変わっちゃう。これはさっきのボールと同じ挙動を示すってことなんですね。なので、量子っていうのは本当に不思議なんですけど、観測すると粒と同じような形になって、見られているのが分かっているかのように、こういうですね、粒として振る舞い始めるっていう不思議な現象が起こります。量子は観測してないと波として動いていくし、観測されると粒になるっていうめちゃくちゃ不思議なことが起こったわけなんですね。はい。なので、二重スリット実験から分かることは、観測してないとき、量子は波動として伝播している、伝わっているっていうことなんですけど、これがですね、もう今の現代科学では当たり前になってます。皆さんもね、科学とかを専攻して勉強された方だったら、こういうことを学んだかもしれないですけど、実は古典力学、ニュートン力学ですね、昔からある物理学と、最新の量子力学っていうのは、この原子、っていうものの考え方が違います。昔の古典力学はですね、原子っていう物質は真ん中に原子核があって、その周りに電子がくるくる回ってますよっていうモデルで考えてたんですけど、これじゃ説明できなくなってきたわけなんですね。で、さっきの二重スリット実験とかいろんな実験をやっていった結果、実は本来の姿は真ん中に原子核がありつつ、1個の電子のはずなんですけど、粒というよりか、ぼやっとした電子雲ですね。雲、オーラみたいな、まあ、波みたいな感じで、ぼやっとオーラとしているような感じで存在しているっていうのが、まあ、量子力学の世界で分かってきたと。なので、これどっちも正しいんですよ。
古典力学の時代っていうのは、そういうね、量子力学が分かるような発展した時代ではなかったので、観測器で観測して、あ、電子がね、こうやってくるくる回るんだなっていうのが、なんとなく計算で分かってたっていう時代なんですけど、これも実は正しいんですよ。ただ、電子とか、まあ、原子核とかもそうだし、量子力学の世界の物質っていうのは、観測するとこういう場所が決まってしまう。でも観測しない、見てない状態だとぼやっとパラレルに存在するっていうのが明らかになってきたっていうことですね。まあ、これ科学の教科書だと本当にね、教科書の最初ら辺で言ってることなんですけど、もうそれだけ電子運っていう考え方は当たり前になってきてます。これね、存在確率、電子がこの辺りに存在してますよという確率を、雲として表現してるっていうことなんですけど、それどこか一箇所にね、粒があるっていう意味ではなくて、実はもう同時並列的にぼやっと波として存在しているっていうのが分かってきました。でですね、これまあ不思議な話だなと。まあとはいえ、その目に見えないぐらいちっちゃいちっちゃい量子の世界ですね。量子力学っていうのはつまり目に見えないぐらいめっちゃちっちゃいミクロな世界の話なんですよ。で、ミクロな世界、で、そういうね、現象が起こるっていうことはもう分かりましたと。まあ、ただね、目に見えることを取り扱っている古典力学、マクロな世界だと、まあ、こういう電子運とか、パラレルに存在しているっていうのは関係ないんでしょうっていうふうに思われがちなんですけど、いやいや、それは結構関係あるって話なんですね。まず、そもそも、ミクロの世界とマクロの世界の境目って、いまだに分かってないんですよ。まあ、量子力学、量子力学って言ってますけど、どれぐらいの大きさの物質から量子力学なのかっていう線引きは実はないんですよね。まあ、なんとなくこのぐらいの大きさは量子力学なんじゃないかなっていう。まあ、電子とか、まあ、そういう素粒子を扱う分野が量子力学っていうのはなんとなく言ってるわけなんですけど、ただですね、そこの境目っていまだに分かってないんですね。で、フラクタル構造、まあ、相似の関係って言って、この世の物質っていうのは、ちっちゃい世界も大きい世界も実は全く同じ動きをしてます。ちっちゃいミクロの世界、原子の世界でも真ん中に原子核があって、周りに電子がね、ぐるぐる回ってるっていう世界なんですけど、実は宇宙もそうですよね。太陽の周りを、まあ、水星とか火星とか地球がぐるぐる回ってるし、地球の周りを月が回ってるし、まあ、この太陽系も銀河系の中で、ぐる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 回ってるわけなんですね。で、これ、こういった構造がどん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 折りたたまれているというか、原子の世界、ミクロの世界と惑星みたいな宇宙、マクロの世界、マクロっていうのは大きいって意味ですけど、似てるんですよね、めちゃくちゃ。で、実は、まあ、観測している時は、こういう感じで、原子もね、くるくる回ってるっていうのはあるんですけど、観測してないとぼやっと電子運として存在するわけですよ。で、マクロの世界っていうのは当然目に見える大きさなんで、そういうふうに見えてるんだけど、観測してなかったら場所は定められないんじゃないかなと。観測してなかったらパラレルワールドなんじゃないかっていうことが、まあ、最近物理学の世界でも言われてるっていうことですね。で、今言った通り、この量子力学と古典力学、目に見える大きいマクロな世界っていうのは本当に境目が最近なくなってきてます。私、匠もですね、もともと某大手、研究所でですね、一時期ずっと働いてたわけなんですけれども、そこで実験してたわけなんですね。で、私、匠は材料系の研究者だったので、いろんな、化学薬品とかを混ぜたりして、分子を反応させて、新たな物質を作ったりとか、電子材料とかをね、本当に作ってたんです。半導体とかも作ってました。で、今の半導体って、まあ、集積化って言って、どん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 もうちっちゃくなっていってるんですね。皆さんが使われているあの記憶媒体っていうのは、まあ、昔はね、あのフロッピーとか CD とかだったかもしれないですけど、今フラッシュメモリってわかりますかね。USB のフラッシュメモリにいろんな情報を記憶できるようになってきてますよね。で、USB のフラッシュメモリも一昔前は、まあ、32メガバイトね、メガバイトとか、128メガバイトとかぐらいしか保存できなかったのが、今フラッシュメモリに4ギガとか16ギガとか64ギガとか、めちゃくちゃたくさんの情報を保存できるようになってますよね。まあ、そのうちもうテラバイト単位、何テラバイト単位がフラッシュメモリとして普通にスタンダードになっていくと思うんですけど、これですね、
その半導体を本当にナノスケールでめちゃくちゃ細かくコントロールできるようになってきたから、そういう、細かい半導体の回路を作れるようになって、要はナノテクノロジーですよね。ナノメートルの世界、ミクロの世界で、こういう分子とかね、設計をコントロールできるようになったから、まあ記憶容量とかも増えてきてるわけなんですけど、まあちょっと、わかりづらい話になりましたが、僕も実際すごい研究やってました。半導体ですね。で特に有機半導体って言って、こういうですね、物質を反応させながら分子スケールで、分子レベルで分子と分子の向きを調整したりして、それで半導体作ったりしてたんですけど、その時ですね、現代科学では電子運っていうのを考えないと研究が成り立たないんですよ。つまりこれ電子運ですね、雲の向きとか考えて、この物質はこういう向きに電子運がある。で、この分子はこういう向きにあるから、こういう配列にしてやるとすごく反応するんで、化学反応ってこの電子と電子のやり取りなんですね、基本。なので、この電子運の広がり、波動関数とも言うんですけど、波動関数の向きがこういう感じなので、こういう風に反応させれば、こういう風に材料をつけていけば、多分ナノスケールでも、目に見えないんだけど、分子レベルでもよく反応するんじゃないかっていうのが、想像しながら作ってたわけですよ。ナノスケールで。でこれちょっと向きがね、電子運の向きがずれたりすると全然反応しないみたいなのが分かってきて、やっぱりこの電子運、ですね、特に現代科学の半導体の分野であるとか、まあ、材料の分野っていうのは、もう電子運っていうパラレルな存在ですよっていうのを認めざるを得ないというか、もうそれを受け入れて研究するしかないわけなんですよ。で、このナノテクノロジーでは、電子運の重なりを考えないと物質をデザインできない。もうそれぐらいの領域になってきてます。で、今まで量子力学の世界ってもうすごいアカデミックな世界で、こういう、まあ、現実の世界の商品とかね、全然使えないんでしょうっていうような時代だったんですけど、もうそこの境目がなくなってきてるって感じなんですよ。目に見える世界の物質、今量子コンピューターとかも増えてきてますけど、実際目に見える世界で使う商品とか物質に対してでも、こういうパラレルな存在っていうのを認めて研究しないともう成り立たないっていう時代になってきてるわけですね。であとはですね、さっきの二重スリット実験、この電子を発射していって、干渉島になるっていう話はあったんですけど、これめちゃくちゃ不思議な話で、こういうね、まあ、一個の粒子だから、電子だから、まあそういうね、不思議なパラレルなことが起こって、パラレル存在として、二重スリットを通ったんでしょうっていう感じもするんですけど、これですね、実は格子状の分子でも二重スリット効果が起こるってことが分かってます。実際一番大きい分子ですと、フラーレン C60 っていうね、こういうサッカーボールみたいな形をした、これ一個一個の粒がね、炭素、C、炭素っていう原子なんですけど、炭素っていう原子が60個サッカーボール状に、格子状にくっついたフラーレンっていう物質があるんですよね。このフラーレンっていう物質を、二重スリットの実験でですね、フラーレンを一発ずつ発射していった結果、こういうね、二重線になると思うじゃないですか。で、そうじゃなくて、フラーレンっていう形がめちゃくちゃ、固まった物質でも、こういう網目模様になるっていう実験結果が出てます。めちゃくちゃ不思議じゃないですか。フラーレンって形が決まってるんですよ。C が60個こういう形で、決まってますっていうのが、もう格子状の分子として形が決まってるはずなんです。で、これを C60 を一発ずつ、発射するとこういう二重線になるんじゃなくて波として伝播してて、本当にですね網目模様になったって。で、私匠はですねこのフラーレンっていう物質めっちゃ使ってたんですね。研究員時代半導体もやったのでフラーレンっていう物質をすごい使ってたんですけど、フラーレンっていう物質は本当にですね10個か20個ぐらいこの C60 っていう物質が並んだら最新の電子顕微鏡だともう形が見えます。本当にですね、髪の毛のおそらく1万分の1か1000分の1ぐらいの大きさなので、このフラーレンっていう物質が10個ぐらいね固まってくれたら、もう、最新のね、透過化電子顕微鏡というものがあるんですけど、そのTEMっていう顕微鏡で見ると、もう見えるんですよね、存在が。その10個20個並ぶぐらいでも結構ね、見えちゃうぐらいの大きさのもの、
で、こういう格子状のものでも、パラレルな存在として二重スリットを通っちゃうっていう結果が分かってきたので、もうめちゃくちゃ不思議です。そういった意味で言うと、量子力学と目に見える世界の古典力学のマクロな存在っていうのは本当に境目がないっていう話なので、さっき言った通り、この宇宙自体も、結構ね、飛躍した話に聞こえるかもしれないですけど、一つの解釈として、宇宙自体も実は観測してるからそういう風に見えてるけど、観測しなかったらパラレルな波として存在してる、漂ってるんじゃないかと。パラレルな存在として、確率として存在してるんじゃないかっていう、そういった解釈ができるってことですね。で、それをサポートする情報として、別の動画でも説明しましたけど、超紐理論っていうのが今、現代の科学では最有力候補になってて、この超紐理論っていうのは万物の理論と呼ばれていて、もうこの宇宙のすべてをすっきり説明できそうですよっていう一番のね、最有力候補の理論なんですけど、超紐理論によると、すべての物質、分子を分解して、原子を分解して、原子核を分解して、光子を分解していくと紐になるっていうね、理論なんですけど、この超紐理論が予言することは、この宇宙は11次元まであるって話なんですね。はい。で、これに関しては別の動画で解説してるので、ちょっとテンポよく話していくので、詳しく知りたい方は、概要欄のリンクを見ていただきたいんですけど、この次元って何かっていうと、動ける方向の数なんですよ。0次元は点の世界、1次元は横方向の世界、2次元は横と縦の世界で平面の世界ですね。で、3次元は立体の世界で、縦と横と高さの世界。で、これですね、1個下の次元を微小にずらしていくと、一個上の次元になるってことがわかるんですけど、0次元をちょっとずつずらしていくと線になるから1次元になるわけですね。1次元、この線をちょっとずつ重ねていくと平面になっていくので2次元になると。で、この紙ペラペラの平面をちょっとずつ重ねていくと立体になるわけなんですけど、こういうふうに1個下の次元をずらしていくと1個上の次元になります。これ3次元空間まで行ったんですけど、方向的にずらすことはできないので、時間でずらすと4次元になっていくんですけど、3次元空間っていうのは、この今皆さんがね、いる宇宙空間のことなんですよ。この世界のことなんですけど、これに時間っていう解釈を入れると、3次元のこの宇宙っていうのの物質を、位置情報をね、ずらしていくと、4次元になっていきます。2021年の3次元の宇宙、2022年の3次元の宇宙、2023年の3次元の宇宙。まあこれ年だけじゃなくて当然毎秒というか毎瞬、一瞬一瞬ずらしていくってことなんですけど、4次元時空間っていうのは3次元空間、宇宙空間を時間軸でずらしたものです。でですね、ここからの話なんですけど、5次元っていうのはこの4次元をずらさないといけないんですけど、もう空間的にも時間的にもずらすことはできないので、もうパラレルワールドで説明するしかないってことなんですね。2022年のこの日にこういう出来事が起こっている宇宙 C っていうのがあるんですけど、それとは別の出来事が起こっている、宇宙 B とかね、宇宙 A とか、無限パターンの、歴史を持ったパラレルワールドの重なりが5次元時空間じゃないかっていう考え方もあります。はい。まあ、そんな話あるのかよって感じなんですけど、さっきの二重スリットのね、実験、これを聞いたりとか、あとは電子運の話を聞くと、本当にそういうパラレルワールドってあるんじゃないかなっていう考え方がちょっと分かってきますよね。